はい、皆さんこんばんは。今日はですね、私ね、4つの話題、まあ、雑談ということで緩くやろうと思ってるんですけども、まあ、この4つの話題ね、見ていただいて、まあ、興味ある方はね、お付き合いください。はい、興味ない方は、スルーしていただいて結構です。はい、4つの話の中でまず1つ目ですけども、私、iPhone7、 私のチャンネルでね、この iPhone 関係とかをなんかご紹介するとかっていうのはほぼ、まあ、今後もね、今までもなかったんですけど、まあ、ちょっと訳あってね、iPhone7 っていうのを今日、買いました。色は何ですかね、これジェットブラックじゃなくて普通の黒ですかね、あの艶消しのやつですね。はい、あのジェットブラックって言ったら、うん、なんかちょっとねテカテカして指紋がつきやすいかなっていうのがあって、まあ、あのどっちでも良かったんだけど、まあ、こっちにしました。はい、でこのなんか、なんていうんですか、これあのカバーというかそういうのをつけてます。はい、表面とかね、裏面っていうのはもうそのままむき出しですね。はい、っていうのを買いました。で今まで、iPhone、6?6 っていうのをこう使ってたんですけども、これはこれでね、もう全然あの液晶パネル、自体別にひびが入ってるわけでもなく、途中であの補修とかはしたんですけども、あのそういう外部の業者とかに頼んでね、いうのはあったんですけども、まあ、問題なく使えたんですよ。で性能的にも、まあ、機能的にも特にあの、不満はなかったんですけども、うん、あのね、唯一ねここ2ヶ月ぐらいね、タッチパネルのね、このパネルのこの左側っていうのがほぼもう反応しなくなっちゃって、うん、例えば普通だったらこうやってこうスクロールできますよね。で左側っていうのはもうこっちか、左側ほら全然もう全然上にも、あ、この辺か、もう全然上にもしないのかね状態。はい、いうことで、もうナイスも押せないんですよ。ナイス、いいねボタンですかね、うん、あれも押せないし、であと困るのはこのホームボタン、うん、このホームボタンもね、もう全然これ押せない。だから皆さんがツイッターとかやってると、私がフォローしてる方々が、どんなことをやってるのかってタイムライン的にバーッと出てくるじゃないですか。あれがね、もうこのボタンを押せないがためにもう全く把握できない状態、はい、いうのがあります。で、あとねダイレクトメッセージって、まあ、お見せできないけどありますよね。あれでまあ文字入力する欄あるじゃないですか。でツイッターってそのダイレクトメッセージのところでこのピボット機能というか、これほら、あるじゃないですか。例えば、メッセンジャーだったらこうなるんですよね、うん、この場合だったら、画面のこっち側は、まあ、使えないんで、この上側だから こういう風にしたいかな、こういう風にしたら文字が打てるんですよとかね、こういろいろ回転させながら、まあ、いろいろ駆使しながらあの文字を打ってたんですよね。で、ツイッターのダイレクトメッセージはもうそれすらできないとか、あとね、もっと困りもんなのはね、電話がかかってきた時に、電話かかってきた時にこれはあの電話取る時ってこういう風にスライドさせるじゃないですか。このスライドっていうのがね、もうできないんですよ。ここがもうあの感知してないから。もうこれすごく問題で、嫁さんから何度もかかってきた時に必ずね、ここ2回押しして着信拒否して一旦切って、で折り返しをするっていうね、はい、ことをすっごい、まあ、無駄なことをやってました。うん、とかあとね、そのさっきのダイレクトメッセージの話に戻りますけども、どうしてもね iPhone、まあ、近くにパソコンがなくてこれでやり取りしなくちゃいけない時っていうのは、この回転機能がない、ね、その、まあ、Twitter のダイレクトメッセージみたいなそういうアプリでやり取りしたい時に、どうしてもね文字入力して相手に送信しなくちゃいけないという時に、このメモってあるじゃないですか、メモね、うん、これ立ち上げて、で、まあ、メモっていうのはこう回転するんですよ。でそこに文字を入力、こう回転させながら文字を入力しておいて、それをコピーして、でダイレクトメッセージに貼り付けて送信するみたいなね、すんごい手間なことやったんですよね。でも本当にね、この1ヶ月2ヶ月かな、ストレス で日に日にね、どんどんこっちが押せなくなってくるんですよ、うん、っていうのがあって、もうさすがにね、私これずっとこれでいこうと思ってたんですけど、まあ今更ねこれをまあ、アップルとか修理に出してとかってやってたらまたお金取られるしね、バカらしいから、うん、ですぐ交換したかったんですけども、3月の、まあ、初旬か中旬かぐらいに行ったんですよ。でそしたら、店の人に、まあ、これをね、4に乗り換え、7か7に乗り換えるんだったら4月1日まで待ってくださいと、じゃないとなんかこう解約金だかなんかそういうのがあって、でまあ割高になってしまいますよって、いうことで、もうずっとねこの4月1日が来るのを待ってたんですね。はい、でそしたらまあようやくね、
今日、無事、交換して、まあ、まだちゃんとね、設定とかいろいろこう、入れてないアプリとかそういうのがあるんですけど、まあ、ほぼ、まあ、使えるようになったということです。はい、いやもう本当良かったです。これでね、今後は、まあ、YouTube のコメントとか、まあ、いろいろですね、まあ、Twitter 含めて、まあ、文字をねちゃんとこうフリック入力でさっとこうやり取りできるという環境が整いましたんで、それはね、まず皆さんに、まあ、皆さんに関わるかどうか分かんないですけども、まあ、ご報告させてもらいます。はい、っていうのが1点で、2点目はこれは天体写真の話ですね。EF35mmF1.4L2 っていうね、キヤノンの、最新型の、まあ、去年か一昨年だかに出た、素晴らしいレンズ。これね、ちょっと前の数日前の投稿で、このレンズがねいかに期待できるもんかっていうところを、まあ、天体のね過去の私のそのこのレンズ以外での作例をね、まあいろいろこう、表示しながら、まあ、解説というか、ご紹介させてもらいました。でこのレンズを使って、四国カルストってね、四国ってもうそれだけでも暗いんですけども、その中でも特に暗いって言われる四国カルスト、もう周囲半径100キロ圏内にほぼ何もないし、でものすごい、まあ、田舎なんですけども、やっぱもう星が、もう光害がなくて、もう天の川がすっごいっていうところがあって、そこで、撮影された私の知り合い、に、なんとね、ローデータ、ね、この、35mm で撮ったローデータの天の川の画像を拝借するということが、まあ、幸運にも実現しました。はい、まだちょっとね画像を拝見してないんですけども、まあ、YouTube でね紹介させていただくってことで許可いただいてますんで、そちらもね近々どれぐらいの性能なのかっていうのをローデータだからね現像して、で等倍画像とかね四隅のそういう製造とかどうかとかね、その辺色修正も含めてねを、まあ、ご紹介させてもらいたいというふうに思っております。はい、ある方っていうのはねニコイン19573っていう方で、まあ、天体やってる方は結構ご存知の方多いと思います。はい、ビデオの関係の方はね、知らない方、まあ、知らないと思うんですけども、はい、その方のねまたね紹介もさせてもらいます。はい、で今度3つ目ですね、今ね時刻はね9時17分なんですけども、今からね、まあ今こんなことやってるんですけど、天体のね、遠征撮影に行っていこうかなっていうふうに思っております。はい、っていうのももうね来週になっちゃうとね月がねだいぶ満月にはならないけど、まあ、かなり大きくなって太ってきて、もう月没月が沈むのっていうのがもう2時3時とかになってくるんですよ。2時3時、そしたらもう撮影できないじゃないですか。もう1時間2時間したらもう朝になっちゃうんでね。はい、だからもう今週の土日っていうのがもうラストチャンスなんですね、今月期はね。はい、で日曜日の晩に行くと翌日の仕事に差し支えるし、つったらもう今日しかないんですよね、今夜。今こんなことやってる場合じゃないんですけども、まあこういうのが終わったらね、はい、このトーク終わったら、準備してで撮影に行ってこうかなと。まあよっぽどね天気のあれが悪くなければね、はい、でベランダ見てね雲がかぶってるとかっていうのがなければ遠征撮影に行ってこうかっていうふうに思っております。はい、持ってくレンズはやっぱりね、アポゾナ 135mm とあとシグマの 85mm、とかあと、まあ、サムヤンの広角の 14mm の日発とか、あとニコンの 20mm の 1.8 とか、あのあたりの単焦点の、まあ、明るめのレンズ、 あとねタムロンの 15-30mm の F 日発のズームレンズね、あのあたりを持ってって、で何を使うかっていうのは分かんないけど、まあ、少なくともシグマの 85mm っていうのは絶対使うと思います。はい、でカメラは当然あの 5DS ですね、 5DS あれをねもうずっと使ってなかったからようやく今夜使えるかなっていうね、ちょっと興奮してますね今ね。はい、晴れればね、晴れれば使えるかなっていうね。はい、もう本当ね久しぶりの遠征なんで忘れ物とかもねチェックしなくちゃいけないし、いや本当ね不安なんですけどね。まあただねイプシロンってあのほらでっかい望遠鏡僕持ってるじゃないですか、黄色いやつね、あれを持っていくとものすごい時間かかるんですけど、まあ言ってもねちっちゃい小型赤道儀にカメラとレンズ乗っけるだけじゃないですか。だからねまあかなりお気楽かなっていうふうに思ってます、内心はね。はい、ということで、まあ晴れるかどうか分かんないけど、まあ天気予報がね特に変わってなければ、まあ、撮影に行ってきますと。これね聞いてる、まあ時刻、まあ今ね、9時19分ですけども、うん、アップした頃にはもう車走らせてるかもしれないですよね。はい、ということが3つ目です。はい、で、次最後、
いきます。RX100M5、これをですね、私ね、東京旅行の時に、ツットンさんってね、プロ のカメラマンの方に、たまたまね、まあ、業務用途で使いたいということで、1週間ぐらいこうお貸ししたんですけども、それがね、まあ、そろそろ帰還してくると、はい、いうことです。はい、まあ、あのツットンさんもね、この RX100M5 っていうのがいかにすごいかっていうことを、まあ、なんか Facebook とかいろんなところでね、なんかこう、まあ、書いておられまして、うん、やっぱりね、私もね、これ早くまた使いたいなっていうふうに思ってます。ちょうどね、今日4月1日ですけども、まあ、そろそろね、桜も咲いてくるし、まあ、あのカメラって結構拙者に向いてるじゃないですか。だから、まあ、食べ物撮ったりとか、桜の花びら撮ったりとか、そういうのでね、すごくあの向いたカメラだと思うんですよ。はい、なので、この RX100M5 が届いたらですね、まあ、またジンバルとかに乗っけて撮影もするんですけども、ツットンさんで言えば、あのなんかここ最近エーデルクローンのウィング7っていうね、スライダー、コンパクトスライダー、なんかこういう風にしてなんかスライドするやつですね。ちょっとあの表現難しいんですけども、普通のスライダーレールの上を走らせるタイプじゃなくて、なんか変わった関節みたいなこうね、そういう動きをするやつですよ。うん、あれがねすごい気になってます。うん、動きもすごく滑らかだし、なんか加速度的なグーっていう動きもできそうだし、で超微動っていうのもね、なんかこうカメラ持ちながらこう動かせばできそうだし、なんかねあれは可能性感じますね。うん、ジンバルではなかなか難しかった、例えばジンバル持ちながらこうまっすぐゆっくりこう歩いていくっていうか寄っていく、うん、そういうのって結構ほらシフトブレっていうのが結構あったさ、うん、背景とその被写体っていうのがこうちょっとねずれていくっていうね、それがなんかねなかなかあのジンバルでは難しいんですよ、人間の手でやるっていうのがね。でそれがああいうスライダータイプだとすっごいもうほんと一直線で、まあ当然ですけどね、行くんで、うん、まあ、桜の花びらにこう寄ってってフォーカス合わせたりとか、うん、まあ、そういうなんかこう微妙で精密な動きをするような、そういう場面で活躍するんじゃないかなというのがあります。で従来のスライダー、私40センチのやつをね、 D-BEC のやつを持ってるんですけど、それよりもやっぱりまあ、かなりね、なんだろう、まあ、かさばらないっていうか、40センチっていうかね、実際には5、60センチぐらいあって、それをまあこうやってよいしょってこうね刺して持っていくんですけども、まあそのウィング7ってやつは、まあ、かなりね、多分まあ分厚さとか重さとかあるのかもしれないけど、かさばらないような形状をしてるんで、持ち運びっていうのは楽なのかなっていうね、そんな感じですね。うん、なので、値段がねちょっと高いんですよね。値段が8万ぐらい、なんやかんやで8万ぐらいで、 B&H で海外からこう輸入すると、個人輸入すると7万いかないかな、うん、ぐらいするっていう話だったんで、まあもし買うんだったらね、B&H ちょっと覗いてみて、まあ、あの時間かかってでもいいから、まあ、そこで入手しようかなっていうふうに思ってます。はい、であとね RX100M5 といえば、なんかあのアンソニーさんのチャンネル見てたらですね、今日4月1日なんでエイプリルフールかどうか分かんないんですけど、なんかあのソニーチューバーになるとかっていうことで、タイトルでなんか RX100M5 を買うだか買っただかちょっと分かんないんですけど、まあそんなことをなんか宣言されてました。はい、それもね非常にちょっと気になるところですね。はい、あの方やっぱり有名な方なんで、まあ、そういうのを買ったらですね、よりこのカメラっていうのの魅力がね、みんなにこう拡散して、まあこのカメラをまあ、じゃあ私も買いますっていう方がね、はい、出てくるんじゃないかなと、はい、いうことですね。うん、もう私もねまだ数回しか使ってないんで全然あれなんですけども、やっぱりね 4K の解像感が高いっていうのがありますし、でフォーカスもねこの α6500 と同じで、まあ、さっとこう商品出した時にさっと合ってくれる、うん、っていうのがありますよね。うん、まあ、これ6500でも若干早いのかなっていう感じかな。それはあのほらセンサーサイズがやっぱりこっちは大きいじゃないですか。だから背景がやっぱボケる分だけこうやってやった時に、これね、今ねスピードは標準にしてるんですけど、標準でもまあかなり速いですよね。で速くて敏感であるということですね。うん、まあ、YouTube やってるとねやっぱりねあの自撮りができて、で商品紹介とかでこう差し出したいとかすることが多いんで、商品をね、でそういった時にやっぱりまあ迷いなくねフォーカスが合ってくれると非常にこう収録がやりやすいかなっていうふうに思います。ただね私ね最近カメラの SD カードでこういう自分のね、顔を記録するってことは、あの映像を撮るってことはほとんどもうなくなりました。
何で今撮ってるかっていうと、もうカメラとダイレクトにパソコンにつないで OBS っていうソフトでそのままもう録画ボタンポンって押して、で終了したら録画終了っていうボタンポンって押せばもうファイルができてるんですよ、ね、エンコードも何もなしでもうファイルが一つできてる。でそのファイルをドラッグ&ドロップして YouTube に投げて、それで終わりです。うん、音楽はどうすんのとかね、テロップはどうすんのっていうことなんですけど、音楽はもうあれですよ、今これ流してるんですよ、ね、もうリアルタイムというか同時に流して、もうバランスも事前に合わせてる、うん、でその設定で、音楽と、今撮ってる映像っていうのをもうそのままもうドラッグ&ドロップで投げるだけ、はい、一番いいのはそれはね、後からこう効果音入れたりとか、テロップ入れるときにねボンとかなんかこう入れてね音を、うん、でやるのが効果的だとは思うんですよ、うん、ただね、まあ、それやってるとね、まあ、私みたいにこういろんなあれも発信したい、これも発信したいとかね、結構頻度よく毎日投稿とかっていうのはなかなか難しいなっていうふうに、まあ、最近思ってまして、まあ、それよりもいかにトピックで情報を伝えるか、うん、多少クオリティは劣ってもいいから、うん、劣ってもいいから、まあ、その辺をねこうみんなに伝えていくのかっていうの、ね、そういうのを、まあ、優先的に考えてます、はい、なのでこういうね、まあ、いろんな雑談含めて今後もねカメラ、レンズ、ビデオ、ね、必要写真は、まあ、あんまり、まあ、でも天体写真のネタとかですね、そういったところを、まあ、結構ね、頻繁に発信していこうとは思っております。以前はね結構ね真っ黒のトークずっとやってましたよね。あれはあれで真っ黒の状態で MacBook Pro で、でこうベッドに寝ながらこう収録して、で後からエンコードかけるんですよ。でイコライザーいじったりとか、まあ、結構ほらオンマイクでやるんでローカットとかしなくちゃいけなくて、まあ、そういうことやったんですけど、もう最近ねあんまりもう音にこだわっててもしょうがないなってことで、まあ、この OBS で撮った方がよっぽど楽なんで、ね、よっぽど楽なんで、もうそれでやってます、うん、話すネタさえこの何中にあれば、中にあればもうあとはもうこうやって適当にテキスト入れて、うん、でもうあとはもう伝わるように喋ればいいかなっていうね、はい、ただ一発撮りなんで、さっきもちょっとなんかどもったりとか、噛んだりとかしましたけど、もうそういうのがあるともうそのままですよね。そこの部分だけカットしようと思ったらもうなんかプレミア立ち上げてそこをカットしてとかってことをやらなくちゃいけない、うん、っていうのはあるんで、一発撮りで、まあ今だったらまあ17分とかね、そういうのをこう喋るのはかなりしんどいかなっていうふうに思いますね。はい、うん、っていう感じで、なんか今これメッセージ来るとこうねピーンって音なんですね。私そういう設定にしてないんで、うん、はい、うん、いやもうこういうなんかやり取りがね、文字のやり取りっていうのがもうすぐこう片手でねこうやって回さずにできるようになったっていうのはもう本当にありがたいですね。もう今日からですよ、4月1日からテキストとかナイスボタンも押せるし、はい、いろいろとね、多分楽しくなっていくんじゃないかなっていうふうに思います、はい、でかなりねもう9時半ですよ。でそろそろ行かなくちゃいけないんで、まあ、準備をしてね、まあ、天気が良ければちょっと撮影に行って、まあ、成果が得られれば、皆さんにね、また共有できたらと思いますんで、よろしくお願いします。天体も、ビデオも、まあ、近々ね、どんどんまた作例アップしていきますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということで、本日は以上です。ありがとうございました。